ここですり足の練習をしましょう。おへそのところにモップを置いて、ちょうどいい機会なので掃除をしながらすり足の練習。クールダウンと一緒ですね。今度は後ろで歩いていきましょう。いい運動になります。掃除が終わりました。これで道場もきれいにして美しくした状態で帰りましょう。次です。